どうも、武田です。はい、どうも、渋田潤です。はい。はい、本日はですね、チーム練習。はい、チーム練習。やるんだけど、ずっと気になってた道具を買ったんですよ。はい。こちらです。はい、じゃん。じゃーん。スニーカーですか？いや、違います。スパイク。スパイクなんですね。スパイクです。すげえおしゃれだな。はい。SSK のプロエッジ。プロエッジ？はい。ブロックソールスパイク。ブロックソール？ブロックソール？金具ではなくて、はい、まあ、いわゆるポイントポイントのような普通のポイントスパイクと違って、はい、ブロックソールという SSK さんが、はい、まあ、独自に開発した野球用のソールになってまして、はい、はい、まあ、その理想的なこのスタートの位置は、はい、で柔らかさとか、はいはい、そこをオリジナルしては、はい、作ったやつになりまして、で、まあ、ベルトがこう3本上がさ、こっちからこう止めて、はい、これはこっちから止めて、はい、こう止めてクロスで止めることで、はい、こうフィット感が上がると。ああ、なるほど。クロスでそうフィット感が増すと、そう増していくということで、さらにこのね、はい、あのいわゆるヌバック、ヌバック肝で、はい、これかっこいいですよね。かっこよくて軽いやつね。めっちゃ軽いんだよ。持ってみ。あ、軽軽いっしょ。これ、はい、全く同じ形を、はい、広島カープの菊池選手が履いてる。やったー、シビザル。そう。ガチモンのね。ガチモンの。ガチモンのプロ野球選手のガチモンの人。はい、せっかく手に入れたんで、はい、まあ、やっぱりね、菊池選手が空いてるってことは何で試したいか。うん。ノックしかないでしょう。ノックしかないですね。ノックしかないでしょということで、はい、はい、早速ノックやっていきますよ。はい。はい。はい、履きました。守備つきまして。はい。はい、ドーンと。えい。すごいな。かっこいいな。似合ってるね。いや、めっちゃ軽い。軽いですか？やっぱ違うわ。ちょっとジャンプしてみて。この高さですよ。サルタルゆえんですよ。じゃあ行きましょう。はい。はい。じゃあ、これ、右返し。はい。あ、どう？え、めっちゃいい。全然普通に。めっちゃいい。普通に噛む切り返しの時も、ポイントだからちょっと滑るとか、はい、歯の歯より入んないとか全然ない。あ、そう。普通にめっちゃ今ガッて入った。いいなぁ。めっちゃいい、めっちゃいい。うまい。切り返し、ほい。おお、滑ってない。今日あれですけどね、雨降って土ちょっと緩いですけど、そう、全然噛んでるな。ちょっとさ、緩いからこういう天気の時は結構歯で行くことが多いんだけど、はい、全然これだったら全然いける。良い。全然良い。全然いい。どうしました？ナイス切り替え。めっちゃしやすい。へぇ、切り返ししやすいんか。角度の入れ替えめっちゃしやすい。あ、すいません。します。あ、今のとかもこう一回下がって、はい、グッていくとすんごいニコニコ。へぇ、じゃあなんか今日いいっすね、地球と対話してますね。なんかいや、もう対話してる。おー、やっぱり地球は友達。あ、ちょっと何言ってるか分かんないんで守備ついてください。これで繰り返して。あー、すげえな、グリップ強えな。強え。おお、カミカミ超噛んだ今。うん、うん、す。ああ、いいですね、いいですね、いいですね。おお、今良かったですね。めっちゃ止まったみたい。止まった。三遊間取って止まった今。バチーン止まって。こうなったりしなかった今。バーン。めっちゃテンション高いじゃないですか。バーン、バーンって感じも。はい、ということで、ハイクで受けてみましたよ。良かった、普通に。良かったですか？良かったですか？普段、はい、金属のスパイク、はい、金具ね、うん、も履いて、でまあ一般的なポイントスパイクも履くんだけど、はい、間って感じ。間か。間、やっぱ今長くノック受けてても、はい、やっぱ突き上げ下から跳ね返りがなくて足すごい疲れないなって思ったし、はいはい、あのやっぱ歯がポイントより多いから、多いですね、はい、やっぱりこう髪は良かったから、なんだろうな、なんかちょっと革命
を感じてしまうぐらいの革命。ポイントと金属の間って分かりやすいですね。うん、確かにな、うん、そんな本当にそんなイメージ、うん、疲れないし、そうちゃんと噛むし、やっぱ、まあ、ちょっと今汚いんですけど履いたから、はい、このソールのギリギリまでやっぱこのポイント、はい、っていうか刃があるから、なるほど、なんかすごい安定する感じがする。ギリギリまであるのってあんまないですね。ない、あの大体この中で、はい、あるポイントスパイクが一般的、はい、確かにこれが 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 個でしょ周りに。裏眼鏡みたいだもんまあでももちろんね歯のスパイクの良さ、はい、ポイントのスパイクの良さあるから。ありますね、うん、はい、疲れにくいから、うん、まあその切り返しとかその刺さる性能が落ちるとかじゃなくて、はい、もう本当に好みだと思う。あのこのポイントの刺さり方が好き、うん、あの歯の刺さり方が好き、はい、でこのまたねブロックソールの刺さり方が好き、うん、いっぱいいると思うから、うん、まあ、そういった中で、ね、そう好み、うん、まあ、それから用途、はい、もちろん土とか、ね、人工芝とかもあるから、はい、まあ、そういった中で変えていって、うん、まあ、俺自身もねちょっとまたいろいろ試しながらここから、うん、趣味がやっぱすごく感じたわ。感じました。やっぱ菊池選手がすごく、はい、あの間違いないと、やった、言ってたみたい。いやもう間違いないって言ってるんだから、はい、もうあれぐらいのもう活躍していただいて。あ、まあもちろんですよ、はい、それはもうあのやっぱり、はい、はい、ということで本日は、はい、僕が新しく購入したこの SSK さんのプロエッジのブロックソールスパイクの限定モデルのカラーリングですね、ネイビーと白とゴールド、まあ、実際に履いてみてノック受けてみました、はい、もし、まあ、全国200店舗限定かな、はい、確かそのぐらいなので、まあ、お近くのスポーツ屋さんとか、まあ、ネットでももう売り切れてるかもしれないんですけど、はい、はい、この限定カラー以外、はい、ブラックとかだったら私多分まだあると思うので、はい、あの非常に気になる方ぜひ、こちらのスパイク履いてみて、はい、このグリップ力とか ね軽さ、それからフィット感体感してみてほしいなと、はいはい、思います。わかりました、はい、はい、ということで本日の動画は以上になります、はい、チャンネル登録コメントよろしくお願いいたします。お願いします。2018年新秋冬モデルのパーカー追加いたしました。徳さんとライパチさんもこれを着てイケメンになっちゃうぐらいのすっごいかっこいいデザインになっております。はい、ということでインスタをやっておりますが、こういう撮影の裏側などを見れますのでぜひチェックしてみてください。